はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。電動馬シリーズガチャというのがありますね。さらに春のマイル祭ガチャ、そして一回のデイガチャ、アグネスパレードですね。お、ラッキーバヌシ来た。クエストを達成しました。イベント開催中です。何かご用でしょうか。ですね、前走までの成績ですが、ドバイシーマクラシックを前走510キロで、勝ちました。というわけで入球いたします。WBC ですね。どうするか、クラシックかターフか。まあターフでしょうね、普通に考えたら。イベント開催中です。イベント開催中です。調子回復しろってことになるんで。イベント開催中です。人参か。いい感じですね。これでターフに出しましょう。フリントシャー、タイガーヒル、コタシャー。これで武豊か。はい、というわけで WBC の遠征を したいと思います。というわけで、結果出るまでしばらく時間がかかりますので、お待ちください。また後で。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。そういえば。
WBC の結果が出たので見ていきたいと思います。今回は 2400m のクラシックディスタンスの試合です。試合レースだな。さあ、電動馬シリーズガチャ、春のマイル祭ガチャってやってますね。これで産んだ馬を電動馬シリーズに出せるとはいえ、2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。さあ、1番人気がファンキルメール騎乗ファンキーナイト。これはちょっと抜け出してますよね。WBC 一度通ってんですね。まあこの距離ベストの距離なんで抜けられないとこではありますが、さあ、今度こそ勝ちたい。3度目かな、これ3度目の正直。基本的に今後はですね、週末はなるべく実況でやっていきたいなと思っております。ここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。さあスタート、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。そんなにスタートはないか。落ち着いていけるかどうか。そのうちからはエクラール10番ルソー、差が開いてファンキーナイト、ファンキーナイト、ここ先端にいますね。その外タイガーヒル12番キカステナンゴ、内を通りまして7番カタノカルコライス、ストーミングホーム。スタートはちょっと出遅れましたが、その後はいい感じで結構行ってますよ。4番プリントシャー、それから9番ディアドクター、ポケットとの合流地点12頭が差し掛かります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くイブンベイ、カンバシンリード、もう一頭10番ルソー、そしてその後ろからエクラール、バンキーナイトはこの辺り、そして5番手に3番タイガーヒルであります。それからもう一頭デルタストレイル12番キカステナンゴ、そのうち7番カタノタルコライス、外から1頭コタシャン、バーイースト名物。おっと、虹がかかりました。さあこれで勝てるか。ストーミングホーム、それからプリントシャー、そして新外からエアドクターであります。先頭の方はどうなっているか。8番イブンベイがレースを引っ張るようになりました。それからもう1頭、さあ800切りました。2番エクラール、そして1番人気のファンキーナイト、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその後ろ、おっと、もう言い出して、もう追い上げてきている。ちょっと早いかな。先頭行く緑の帽子はイブンベイ、先頭ブーンとイブンベイ、武装。さあ400切った。頑張る頑張るイブンベイ、一番うちイブンベイが頑張っている。ファンキーナイト、まだ伸びてこないぞ。片尾東高です。ようやく中を割ってきたが、ちょっと遅いか。全然遠くなかった。伸びがいまいちでしたね。なんとか2着はキープしたっていう感じです。完敗ですね、これは。やっぱり出遅れもちょっと響いたのかも。残念。1着5番、2着7番、3着1番。メダル1000枚を使えば稼げるんですね。まあちょっと様子を見ましょうっていうか、ここで応募しないと WBC 出られないんですけどね。レースを終えた馬が戻ってきました。5580枚、残り49周ですか。何かご用でしょうか。5月の4周、戻りきれないですよね。ベストを達成しました。プレゼントが届いています。
はい、というわけで以上、スターホースポケットをお送りしました。残り49周となりました。あとわずかです。せめて WBC は惜しいです。続いていますが、次の機会がありました、勝ちたいと思います。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。